秋の総では2015年4月17日にアニメ未来2015の一環として公開された JC スタッフによるアニメ映画作品。文化庁の平成26年度若手アニメーター育成プロジェクトの参加作品としてハッピーカムカム音楽少女クミトチューリップと共に制作され2015年4月から毎日放送やアニマックスにてのテレビ放送及び 2015年4月17日から東方シネマズ新宿他にて劇場公開された。熊本が舞台ということもあり、2015年10月31日に開催された全国日本声優コンテスト声優魂の第2回熊本大会ではアフレコ新作大作品として用いられている。子供の頃からの地元熊本の祭りへの参加から太鼓が好きだった秋は、 東京で太鼓奏者として活動しているが、演奏活動だけで生活することは難しく、アルバイトしながらの日々を過ごしていた。ある日、熊本の恩師から長い間途切れていた、太鼓祭りの復活に際し、技術指導してほしいとの連絡を受けた秋は帰郷する。本作の主人公、秋が通った和太鼓教室の恩師であり、高校の担任権は太鼓部の顧問。秋が通っていた、 和太鼓教室の同期生であり、中学まで同じ。秋に恋心を抱いていた。秋の小学生時代から高校時代までの同期生。秋の誘いにより、高校で和太鼓部に入る。秋の小学生時代から高校時代までの同期生。秋の誘いにより、高校で和太鼓部に入る。秋の母秋の祖母秋の父秋の後輩。高校2年生。 和大小部秋の後輩、高校一年生、和大コ部、ありがとうございます。